かけ、うん、そうだな、まあ10年前かな、まあいろんなライブハウス行ってやっぱりジャンルに分けられたこうイベントっていうのかな、そういうのがちょっと、うん、どうなのって思ってて、まあ、当時のハードロックハウスのブッキングマネージャーの F っていう男がいたんだけど、まあ、その彼と飲んでる席でそんな話になって、うん、じゃあ俺が面白いイベントやるよとか言ったのが確か始まりだったような気がするかな、うん、まああとは自分が好きなバンドを集めて自分が一番楽しめるイベントをしたいっていうのももちろんあったかもしれないかな、そうだね、10周年節っつうわけですね、頑張るしかないんじゃないですかね、まあ、とにかく頑張る頑張る、まあ、それに尽きるんじゃないですかねと思います。ジュンさんがソロでやってる時に会ったのが6年くらい前かな、今29だから22、23歳やってるから、大学卒業してこっちに戻ってきて初めて組んだバンドでハードロックハウスでライブ出て、その時に実はジュンさんと対バンして、その時ソロで一人でやってて、で2回目のライブの時にも実は見に行ってて、大学の後輩を連れて行って山吹にこれなんで一人でやってんだろうねって、バンド携帯とかやったら面白そうなのにねって話をして実はしてて、で自分が音楽を勉強したいっていうのもあるし、ライブのハウスになりたいっていうのもあって、一人でちょこ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 あって皆さんともよく会ったりしてて、そしたらあれはアニバーサリーですよね、カホンやったのね、最初カホンやってじゃベース弾いてみるっていう話になってベースやって、そこからずっと今もやってるわけだ、自分の中ではちょっと不思議な気分なんですよね、もう本当に不思議な気分で、自分がこれでバンド形態でできたら面白そうだなと思ったのが実現したっていうのもそうだし、ある意味音楽のあんま知識がない自分が毎回最初でバラモのサッピーさんもそうだし、ジュンさんからもこういう風にした方がいい、こういう風に弾いた方がいいっていうのを知識を受けてもらってるから自分も勉強になってるし、狙うかこう長く続けてやれたらいいなっていうのがありますよね、楽しいです、ベース弾いて今までにない感じで楽しいです、はい、はい、重い、まあ込めた重い、まあタイトル通り音楽圧縮機、ミュージックコプレッションで、なんだろう、俺はいろんな音楽、まあロックもファンクもビジュアル系だったり R&B だったりポップスも、それこそアニソンとか、まあ、当時はね、あとは歌謡曲とかも聴いてたり、でもうやっぱりそのライブハウスって大体ジャンルに分けられたバンドのイベントっていうのが多かった、そうじゃなくて俺がやりたかったのはバンドじゃないし一つの形じゃないし、もう音楽っていう広いジャンルで捉えたかった、でそのいろんなジャンルのアーティストをこう一堂に会してそれこそ一つの
この中に圧縮してやったら面白いんじゃないかなっていうのが一番大きなところかな。まあ年々やってって、うん、ちょっとその込めた思いっていうのも若干変わってきたところはあるけど、うん、その、まあ、若い子たちっていうのも変だけど、若い子たちにこういうやり方もあるんだよっていうのを、まあ、教えられたら、うん、まあ、イベントは妙に尽きるというか、そんなところかな。やっぱり2ピースより3ピースの方のがやっぱもっと熱いからね。まあ2ピースでも3ピースでもまあどっちもやってて楽しいんだけど、やっぱ3ピースの方が音熱いし、やってて気持ちいいかな。まあ2ピースの時は2ピースの時で、まあいろいろやらなくちゃいけないから大変っていうのもあるけど、まあそれはそれで、なんだろうね。自分になんていうのかな。まあ課題っていうか、あれもこれもやんなくちゃいけないんだなっていう、まあそれでまあモチベーション上がってくるんじゃないかな。うん、まあでも2ピースでも3ピースでもやってて楽しいのは楽しいです。はい、意気込み、まあ何より楽しみたい。最近今まで自分がやってたライブの中で楽しく弾けてると思うバンドでもあるし、でまあファイナルっていうのもあるから、最後の一音が鳴り終わるまでは楽しみまくって、周りも楽しんでもらいたいなと思います。はい、10年ね、なんかそんなにやってきた感はないんだけど、10年なんだね。うん、10年を迎えるにあたって思う。そうだね、まあ俺が10年やってきたことっていうのは、やったからすぐ何かが変わるってわけじゃない。今日、まあ、このイベントの日と次の日見る景色は変わらないと思うけど、10年前の景色とは明らかに変わってる。でその10年間っていう、なんだろう、まあ、変わってきたものも変わらないものもそうだけど、そういういろんなその思いを込めて、もちろんあと今まで出てきた何十組ものバンドにも感謝を込めて、うん、とにかく思いっきりやっていきたいかな。思いっきり最後に、うん、楽しんでいければいいかなと思います。まあライブ中のこう何MC の時間ですか、まあ、あの時は特に何も考えず、まあほとんどアドリブだからその場にならないと、なんだろうね、言葉も出てこないし本当あれはアドリブですよ。特になんだろうね、今日なんかのイベントだからとかそういう考えずに会場の雰囲気を感じて思ったことを話してるだけ、それだけですね。はい、まずにファイナルとするのか、俺ね考えたんだけど、これね一番難しいかもしんない。なぜファイナル、あのね、いっぱいあんだよ理由はね。人に言える理由と、公に言える理由と、公に言えない理由とね。言えない理由は、ほら、あの子供大きくなってきたからね、夏どっか連れてきたいなって、それは電波では言えないから、さすがにさ、バンドマンとしてなんか、なぜファイナル、
なぜファイナル。そうだな、まあ10年一昔じゃないけれど、10年っていう節目で、まあ、一回この客観的にこう自分がやってきたこととかを、客観的に見たいって言った方がいいのかな。まあ切りがいい、とりあえず10年っていう切りの良さもあるかもしれない。あとはね、10年経って正直あの若い子たちも育ってきた、育ってきたっていう、育てたら覚えもないけど、若い子たちがね、ぐいぐい来てるとこで、なんかもう最前線にいるような年でもないというか、年で言ったらおかしいな、まあとにかく10年っていう切りの良さで、じゃあ一旦ミュージックコンプレッションをこれで幕落として、またやりたくなったらもちろんね、いつもやれるわけだし、まあやめる、終わることによってはいおしまいっていうんじゃなく、まあ、10年間やってきて、その10年間を土台にこれからのスタートみたいな感じにできたらいいのかな。そんなところかな。なぜファイナルとしたかって言ったら、そうね。YouTube をご覧の皆様、こんにちは、もしくはこんばんは。矢吹のジョーカーです。今年も夏がやってまいりました。ミュージックコンプレッションの時期ですよ。というわけで、今年は素敵なゲストをお招きして、ミュージックコンプレッションの宣伝をしていきたいと思います。では自己紹介をしていきましょう。はい、夏ウェブ代表の鴨雄三でございます。はい、矢吹サポートベースのおすやです。おさてーおさてどこら辺だ、おさてどこだ、はい、いいや回ってるんだよ。いいや、ここ捉える、はい、どっかにいます。はい、というわけで、今日はこの3人で、ミュージックコンプレッションの出演バンドを紹介していきたいと思います。はい、ミュージックコンプレッション今年で10年目でございます。今年もそうそうたるメンバーを揃えてきました。はい、10年10年だよ。そっか、俺が26からやってきたね。10年か。俺関わったのは4年ぐらい。5年、5年か。半分関わってるね。半分記念日だ。そうだね。俺5周年だね。5周年。3年。3周年。なんかまちまちな感じです。はい、それぞれです。歴史がある。今日は、はいですね、今当日出店、この後ちょっとお知らせします。出店してくれる。アメリカビアバーレッツさんの2階をお借りしてお届けしております。イエイ、ここね、これミュージック、これミュージックコンプレッションです。これ適当な、これ飲み終わった、飲み終わったやつ。山吹、山吹。はい、まあ、レッツさん後で紹介します。はい、レッツさんでこれね、ミュージックコンプレッションとか山吹って言ってもらえれば注文できると思います。そうね、メニューにはない。覚えてる、メニューにはない。覚えてれば。はい。そんな感じで今日もゆるっと、はい、お知らせしていきたいと思います。はい、はい、では早速ですね、まあ、今年の日付はですね、はい、8月27日、はい、日曜日、まあ、今年も8月最後の日曜日でございます。はい、暑いさなか、お盆のね、忙しさも終わって、はい、学生は新学期を迎える直前かな。今夏休み短いでしょ。短いの、でももうあれでしょ、
もう入ってる。もう今これ撮影してる今日はもう入ってるでしょ。え、じゃあなんか終わりが早いらしい。あ、そうなの。じゃミュージックコンプレッション子供たち来ないじゃん。子供来る。宿題終わった。ね、あの、そうだね、うん、そうだね。現代文とかなら、でも日曜日だから宿題終わしてれば、うん、来れる、ね、来れるよ。大丈夫大丈夫、うん、まああのね、ちょっと15歳以下の方は親御さんと一緒にちょっと悪いの大事がいますので、はい、ぜひ保護者連れてきてください、はい、保護者っていうとまあ多分同世代ぐらい、まあ、そうなんだよねどっかおさっぴおさっぴからするとね、まず同世代、はい、というところで、8月27日日曜日です。まあ、今日はちょっと、ね、オープンスタートとかまたこの後バンバンとバンバンとまた出ますね、この辺で、はい、これからそっちをちょ、ね、間違ったりも何でもしちゃいけないんでちゃんとした情報が出ますから、はいはい、今日はあの、ま、間違っても若干差し支えのないバンドの紹介を、差し支えあるか、差し支えそれこそそれこそダメか、まあバンドの紹介をしていきたいと思います、はいはい、いつもだったらですね手順で紹介してくるんですけど、まあ今日は年齢順で、あ、なるほどね、面白いね、若い順で年齢順で紹介していきたいと思います。はい、まあ諸事情ありまして、はい、現時点でまだちょっと諸事情があってですね、はい、順番があやこや言ってるところなんで、はい、年齢順で紹介していきます。はい、まず一番若いところ、若いところですね、はい、一番手じゃないです、一番若いところです。はい、まずはワフトモメントでございます。あ、ワフトモメントも去年に引き続き出ていただきます。はい、ワフトモメント、この間のなんだっけ、ロックベリーだっけ、うん詳しくないんだけど、ロックベリーのね、あのファイナルも出て、ね、今脂が乗ってるところでございます。まあ、ミュージックコンプレッション今回の高一点、うん、ボーカルなおちゃん、素晴らしい声の持ち主でございます。いいね、俺好きだね。好き、うん、送っちゃい、あのね、そういう好きじゃないもう聞いてた、あ、聞いてた、もうじっくりと、じっくり聞いてた、そうそうそう、じゃあ、あの伸びやかなね、あの声ね、そうね、打ち上げ、歌ってくれるから、去年はですね、打ち上げ、この和風のメンツ、朝までいました、いました、いました、あ、若さだね、若いね、ね、5時かな、帰ったの、うん、うん、眠かった、若かった、はい、そんな一番若いワフも今脂すごい乗ってるバンドです、ワフトモーメントです、はい、そして次に若いの、あの注意しておきます、出順じゃないですよ、はい、年齢順です、はい、次に若いのフーハイハイでございます。フーハイハイ、はい、僕は初めまして。あら、そう、多分初めまして。あれ、そうだっけ、どうだっけ、あれ、初めましてじゃないかな。そっか、5年の歴史の中では、うん、最初には出てないね、初登場、そうだよね、うん、この間ちょっと、うん、そう、あのうちの地元のですね、うん、まあ、高根、栃木県高根沢町の駅前にある、うん、チョックラホール、うんうん、あそこでマルシェがあったんですけど、チョックラと音楽とマルシェって、そうです、うん、でそれでちょっとブッキングを依頼されて呼んだんですけど、まあ、この子らが学生の頃から知ってるんだけど、うんうん、あの提供台ここでね、おお、うん、面白い、何人組やん、3人組、3人やん、うん、そう、桐生はいつも社長、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 シャツをこう、シャツをキュッ、ああ、そうなんだ、指導前社、これ頭文字ではないよね、あ、違う違う違う、頭文字なんでフーハイハイって言うんだろうね、考えたこともないけど、誰かなんか間違ったでしょ、そうダメそれダメ、それダメそれダメ、はい、まあボーカルの曽我がね、あの、なんだろう、暴走するんだよね、ライブが上がってくると、結構。いい暴走だよ。いい暴走する。いい暴走だから。俺好き、こいつ。で、まあ、いい子たち。うん、だね、いい子たち、うん。すごいこう、なんだろう、ちゃんとしてるいい子たち。ちゃんとしてる。どう、音楽性としては、俺初めましてだから。ああ、そう、どうなんですか、あの、おしゃれコードとか使うバンド、ああ、使わない、使わないの、
あ、結構真っ向勝負なそう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 バンドなんですね。すっごいいい曲で、あ、じゃあちょっと楽しみだね。お母さんが大好き、はい、お母さんが大好き、お母さんってごめんね、なんか語弊がお母さんっていう曲があってうん、うん、すんげーいい曲で、あ、その曲、タイトルだったらね、そう、目として聴いてると本当になんかこう分かる、あ、そう、うん、へえ、すげー分かるっていうね、いい歌書くのよ、楽しみですね、うん、いい歌書くのよ、うん、ね、ぜひともね、これを見てるね、帝京大の生徒諸君がね、先輩を応援に しに来ないと、そうね、まずい ね、 うん、ね、帝京大の現役の子もそうだし、OB の子もね、ぜひ応援に してください、はい、では続いて、はい、2回目、当時ですね、いつだ、去年、一昨年、その前、その前かな、出たサビ、サビ、サビ、サビでございます、なんだろう、仲いいでしょ、好き仲いいんだよね、うん、そう、メンバーがすごい仲いいの、そう、あ、覚えてる覚えてる覚えてる、仲いいんだよね、そう、ツイッターでメンバーで会話するって仲いいの、本当に遠距離恋愛なんじゃない、そう、遠距離恋愛、うん、この3人組はね、そうそうそう、1人東北だ、1人東北だね、遠距離、うん、そうそう、この間ね、あのボーカルの大森が富士山登ったんですよ、へぇ、俺は今日本で一番高いところにツイートしてたけど、あそこで入るんだよ、入るんだよ、まあ、富士山の話になっちゃったけど俺も登ったことあるけど、あ、そうなんだ、入る入る入る、お金があれば大丈夫、そういう気かな、ね、うん、俺お金ないからダメだ、ついこの前もデパ発表あったばっかり、そう、あ、そうそうそう、生活ボリューム2、はい、新しい音源も、まあ、ちょっと楽しみですね、うん、また新しいサビが聴けるん、ね、あの、うん、独特のそのね、世界観もすごいし、若干ね、あの、なんだろう、山吹の楽曲と、まあ、どことなく通じるような曲もあって、うん、俺はバンドとしても、まあ、人としてもね、大好き、好き、うん、バンド本当にいい子だし、このコラは国際医療福祉大学中心、まあ、このレッツにも馴染みのある大田原、大田原ですね、そう、バンドなんで、あの建国の人はみんな来ないと、そうだね国際医療福祉大学の、そう、生徒諸君、生徒諸君はぜひ応援に来てください、同級生か、同級生がいる学生に、いや、なんか社会人ですよ、おー、教師だと、ぜひ、はい、では続いてですね、はい、久しぶりの登場だよ、ようやくね、あ、ちょっとやっと、ね、でも久々にケンタポンと待ってたんだよずーっと待ってたんだよ、ね、本当にまっすぐになっちゃうでしょね、そうそうだ、飲んじゃうとまっすぐね、はい、明日さなぎです、多分ね、4年ぶりぐらい出てくれるのが、それまで毎年でしたんだけど、ちょっと振られてたから、ね、寂しかったよケンタ、俺解禁賞ならず、もうだって俺これさ、ミュージックコンプレッション配信始まった時から可愛い後輩がいるんだよってね、そう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 言ってたんだよね、そう、そうなんだね、だからおしゃれコード、おしゃれコードね、おしゃれコードって前はこうだったんだけどね、いや今もそうだけど、去年ぐらいからちょっとパリピになったんだね、パリピになったんだ、なるほどね、うん、まあ、いや、まあ、まあまあ楽しみですよ、楽しみですよ、明日さ、やっと出てくれる、うん、ね、言ってたんだよ明日さなぎって言ってないよ、言った言った言った、明日さなぎ、明日さなぎ、明日さなぎ、楽しみです、楽しみです、もう本当に待ってたんだよここはもう折り返しだよね、あ、もう最後は4組目か、組だからここがね、うん、前半、そう、最後ね、うん、まあ割と若手、ね、若手若手と思ってたら割と、あ、違う、4組目じゃない、4番目に若い、4番目に若い、あ、そうか、順番じゃないからね、順番じゃない、4番目に若いよ、ね、4番目に若い、そうだそうだ、今日は若い順で言ってる、ほぼ俺と同年代、そうそうそう、あ、そっか、そう、ケンタは、ケンさん1個俺の目だから、あ、誕生日1日試合だ、俺さ、もうさ、なんかおさっぴとかというかさ、ここの年代は俺たちと一緒だと思う違うんだよ、ギリ違うよ、ギリ20代、今日ここで俺が平均年齢上げてるそうでもほら、アラウンドいくつで言うと俺もこっち側だから、そう、こっち側に入るからねそうか、
おさっぴいてほしかった。本当だよ。ここに漂ってる。浮いてるから。で年齢が若い順に4バンド紹介しました。はい。はい、続いて、東京ですね。東京です。愛知。愛知。バンドです。このバンドね、このバンドのボーカルの久志さん、俺もうね16年ぐらいの付き合いがある。もう学生の頃いろんなインディーズのバンドが好きで東京にも見に行って本当に大好きで、ファイナルの時俺が号泣したっていうバンドの。ボロボロ泣いてた俺っていう、すげえよかった、っていうバンドのボーカル、もう本当にかっこいい、かっこいいですね、うん、ロックノールって感じでかっこいいとしか言えないんだよな。この歌は4月、うん、そうね、そう4月、そうあのエプスのそうそうタマちゃんの誕生日に来て、ね、でまあその時はサポートで来てたベースの人も元トラッシュボックスのメンバーで、トラッシュボックスの曲をやるもんだから、わざと、ね、俺来るって分かっててやるっつってさ、あれ泣くでしょ泣くよ、こんなことされたら嬉しいっすよね、うん、嬉しいよ、もうね、出てくれるってことで、本当にあのトラッシュボックスでは過去に出てもらってます、ミュージックコンプレッションも、その時のアジアでメジャーデビューした時ですね、出てもらってます。はい、そして続いて、はい、続いて次に年齢が高いと思われる、はいはい、そうね、バンドでございます、はい、解禁賞のエピスでございます。さすが大御所、大御所、大御所、あのね、今年もわちゃわちゃと楽しんでいきたい ね、 ね、 10年付き合ってくれてんのよ、そうね、純平くんね、一昨年とかその前なんか CM まで一緒にやってくれて、あれが流行ったからね、はい、これね、一世を風靡したからね、これね、知らない人多いけど、あれ、俺もいたからね、あの場所がね、で、そう、これの時にあの、お行きなさいの人ですよねって言われたそういう、まあいいけどさそう、あれはすごかったね、あの年は、あれがずっと流行ったからね、それに対抗して去年とかね、ね、さっきの頑張るぞとかやったけど、全然分かんなかったからね、全然分かんなかったですね、なんなら自分で忘れてたからねまあ、いや、で、そう、はい、エピソード、はい、10年、はい、出てくれます、今年も、はい、ありがとうございます、どんなライブを見せてくれるのか、はい、ちゃんと紹介しないとまた後から、ね、そうそう、いろいろ言われる、何を言う、はい、いや、いろいろ言われるんじゃない、うん、何を紹介する、エピスね、あのね、なんかこう雑エピスの絵はもう食い物になっちゃうんだよね、こういうのがいけないんだよこういうのが、あとね、川さんからそう、あの、あれ、あの CM さーって言われるんですよね、なんかある、なんだろうな、のだって大好き、いや、確かにもうライブはもうかっこいいから、うん、間違いないもんね、間違いない、間違いない、本当に、うん、必ず会場一体にするからね、そうそうそう、ね、すげえな、あの照明の打ち合わせもちゃんとできてるところが俺すごいな、もうあうんの呼吸、あうんの呼吸がすごい、本当にタオルもかな、そうタオルになるからね、びしょびしょだよね、いつもね、もうね、タオルこうこうこうやるね、手びちょびしょだから、一体感はもっとすごいすごいね、あげられないもん、本当に、いや楽しみだね、はい、まあ、X はね、はい、俺が高校生の時に初めて、17歳、まあ、これ、あ、ダメだ、この話を言うと怒られるよ、余計、うん、触れるなっていう俺はね、触れられちゃいけない話いつもって、あの、絶対公開していけない音源俺持ってるから、 X のこれ言ったらきっと、なんで言うのってあったりとかね、まあね、まあ、ほんとね、誰ももう聞かせられないあ、俺もカセットカセットカセットね、カセットだよ、当時はカセットしか撮れなかった、20年前だよ、20年前の頃はもうバンドマンがさっき配る音源とかカセットだった、カセットテープ、カセットテープ、 A 面4曲 B 面4曲まで持ってるんですよ、それぐらいエプス大好きなんですよ、十何年いいかな、いいと思うよ、オッケーかな、はい、というわけで次です、年齢層というか一人ズバ抜けて年齢が高いのが、次のバンド年齢順でいくとね、で、
10年目にして、はい、いよいよ登場でございます。はい、ハードロックハウスの社長、はい、ヘンリー・ムライ&スーパー69、スーパーロックか、スーパーロック69とかじゃないか、ね、そうだね、ロックってね、ピーって入ってる、はい、それじゃあロックだね、ロックだね、ヘンリー・ムライ&スーパーロックでございます。はい、寝てよって言うと寝るよ言ってくれたから、ありがたい、はい、ね、もう満を持して、満を持してね、それこそ、まあ、ミュージックコンプレッション始めた時からいろいろ本当にバカバカ聞いてもらったり、まあそれ以外でも、ね、よくしてもらって、うん、やぶきがホームとしてライブハウスの社長でございます。俺も十何年付き合いがある、もう大好きな社長でございます。本当に大好きな社長ね、楽しんでいきたいです、はい、もうありがたい、本当に出てくれて、最後に、最後というか、うん、最後にふさわしい ね、 ね、はい、はい、そして、はい、年齢順ではないんですけど、はい、まあ、もう決まってるところでね、まあ、鳥というところでね、はい、我々、山口もう一人、あの、どこにいるんだろう、ね、どっかにいるけど、ちょうど2人の間ぐらいに時間ですよ、どっかにいるかもしれないね、見てるかな、さっきおじさん、はい、まあ、ジョーカーと、おさやと、おさっぴで、山口でございます。去年とかから、バンドを3ピースで活動がメイン、今年になってからもう全部3ピースで活動してます、まあ、この後も3ピースで活動していく予定なんですけど、まあ、10年後、俺ね、山吹始めてから多分10年後、おうおう、山吹っていうあのひらがなの時代から考えて、うん、山吹を始めたの10年だから、多分漢字になって、漢字になってからじゃない、じゃないの、あ、平仮名山吹から、そう、ひらがなの山吹から10年なの、あ、じゃあ何、第1回のミュージックコンプレッションの時はひらがなの山吹だった、あの時は何寝てたんだっけなあ、違う違う、ミュージックコンプレッションの時はジョーカーで、ね、あ、ジョーカーでバンドをつけて、あ、なるほど、第1回はね、その後の、その年の冬にひらがな山吹の初ライブをやって、あれもうね、その前の話は自分でしか分かんないですよ、うん、そうね、まあ、なんとなくそんな感じ、そんな感じなんだねでも次の年からは山吹になってる、はい、あれえまあ、10年も経つといろんな記憶が出てくるんだ ね、 そ う、 なんね、そうそうそうあれあれそこで出んの、出ん、年表が、いやー10年いろいろあったからさもう手を変え品を変え、いろんなこうバンドで ね、 ね、うん、本当にそれこそ2人組、ひらがな山吹の2人だったのもあったし、ギフトってバンド、うん、あ、まあ、おさっぴが入ってたバンドなんだけど、ね、ギフトをバックバンドにして、やった年もあったし、うん、その時は6人、そうなんだ、俺それ最初、一番最初にかかった時かな、ひょっとしたら違うかな、2回目かな、ですね、1年目はジョーカーで出てる、2年目、3年目がひらがな山、残ってるやつで、ね、その後が漢字山吹なの、で、切れてるか、うんと、ギフトとやってるのが 1,2,3,4,5 回目、うん、で、ギフト、まあ今アソートブックっていうね、ナスウェブレコーズにも所属してるバンドなんだけど、うん、はい、あ、ナスウェブレコーズっていうナスウェブ、うん、この映像のナスウェブさんの、まあ中心になってやってる、まあ、インディーズレベル、そうだ、ね、アマチュアレベル、うん、ナスウェブレコーズっていうのがあって、うん、山吹もそれに入ってるんですけど、はい、そこに所属してる、うん、アソートブックっていうバンドのベース、マーヤっていうのがいるんですけど、俺の幼なじみで、それがギフトにいたんだけど、うんうん、それの、そのギフトが5回目、うん、でマーヤを含めておさっぴと3人でやったのが6回目、うん、で7回目がおさっぴと2人、8回目もおさっぴと2人で、去年9回目が細谷入れて3人、うん、
ですって、この情報山吹のホームページで出てきます。はい、はい、山吹スペース宇都宮スペースバンドで検索すると出てきます。はい、まあ話が逸れましたが、はい、はい、いよいよファイナル、はい、いよいよファイナル山吹ファイナルじゃないよ。ミュージックコンプレッションコンプレッションがファイナル。山吹は続きます。ミュージックコンプレッションの最後の最後は山吹と、はい、です。はい、今絶賛アレンジ中。中、うん。俺も出るかもしれない。出る。出ないな。メインボーカルで。メインボーカルで。うん、叫んでる。セキスイハウスと。そっち。そっち。俺はもうみんなに見やすい動画を配信しますから。はい。というわけで、ね、はい、あの当日も生配信、はい、ナスウェーブにて、え、何、 YouTube ライブ、あ、うん、YouTube ライブでやります、はい、はい、です。最後に来てね、うん、ユーストがね、 IBM になんか買収されちゃったことだし、あ、そうなの、なのでサーバーがあんまり良くない、うん、なので YouTube ライブから、はい、配信します、はい、まあ現場に来てね、カモさんに会えますんで、はい、ミュージックコンプレッションで僕と握手。グッジョー。もしかしたらこうまた見に行ってるかもしれないから。絶対に行ってないから。1円玉ぐらいポケット入れとこうかな。何円かこう、まあね、ぜひ会場に来て、カモさんって声かけてあげてください。それがこう、はい、何円かこうね。来てくれるかもしれない。あの可愛い女の子だったらね、1000円ぐらい実買ってきて、ね、裏の分番の端の方でナスウェーブブース、そうそう、ありますね。あるんで、こうひっそりとやってますんで、声かけてあげてください。こんなスタイルでやってます。はい、で、フードです。はい。フード。やっぱりね、この長丁場になるんで、お腹が減るんで。ですよね。はい。そこで、はい、このお店、ね、まあ、今ちょっとお客さんもいるんで、はい、漏れないですけど、うん、アメリカンビアバーレッツ、はい、川崎さんに屋台を出してもらいます。いやー、ありがとうございます。ありがたい。ごちそうさまです。はい、おいしいもの、ね、本当にね、おいしいもの。今年何出して、今年何出してくれるの、ね、楽しみですね。楽しみですね。お腹いったね。はい。何がいいかな。まあ、はい、アメリカンビアバーレッツさん、お店の方も、はい、ぜひ遊びに来てください。素敵な、こんな素敵なお店。住所、多分、はい、ここに行きます。はい。イカシタマスター。お出迎えしてくれます。はい、毎度毎度行ってくれますんで、はい、よし。そうそうそう。ただいまっつって言ったら、そんな感じです。はい。で、これね、ミュージックコンプレッション注文してみてください。注文するとこれが美味しいよ。出てくるはず。うん、ミュージックコンプレッションはないです。はいって言われるかもしれない。はい、あ、お店にも美味しい料理もあります。いっぱい。何がおすすめ？おすすめはね。あのね、頼むと寿司も出てくるから。そうね、そう、もうこの時間は出ないけどね、我々の撮影してこれ、ね、そうね、もっと早くない、もうちょっと早いと、もっとあと2時間頼むと寿司とかうなぎとか出てくるから。へえ、何気に俺初めてなんですか。あ、そう、俺初めて、あ、初めて、あ、そう、立ち入れるのも初めて、初めて、ああ、じゃあ次からは来た時ただいま、そうっすね、もう打ち上げとかもう頼むと、あの五重の塔が、あのぜひあのこれ見てる皆さん、ここでパーティーをやっていただくと、ね、やって五重の塔をお願いしてください。そうそう、あのびっくりします。びっくりする。あのね、ちょっと余談ね、あの、うん、とある某、あの、ありがとうございますの人が、あの打ち上げで五重の塔をね、出たんですよ。そうそうそう。何年前あれ？あれ結構前だね。あれね、 CD 出した時からね。もう10年ぐらい前、5年前、2012年で、最初ご飯だったね。そうそう、ご飯、うどん、なんかがあって、そう、ね、何が入ってるか分からない、なんかがあって最後に天丼が来たの。すごいの、あの上から食べていかないと下に行けないのね。行けない、行っちゃいけないの。そう、あの一面ずつクリアしないとダメ。で だけどそれが何が組み合わさってるかは店の人も知らない。そうだから、場合によってはご飯かもしれないし、ご飯来て麺とかかもしれない。もうぜひね、五重の塔頼む、パーティーやってください。貸し切りもできます。はい、はい、うん、それを事前に言う。ここライブできるからね。ライブできます。ステージあります、はい、ドラムもあります、ドラムもあります、下に
音響も一緒に揃ってるんで、うん、PA がいればできます。まあ飲み物いろいろ作ってくれるしね、うん、言えばなんかこんな感じって言えば、うん、もうおすすめです。はい、そんなお店が出店してくれる、ね、出店してくれます。はい、最高です。はい、最高です。そしてはい、はい、まあお店の方も紹介しようかな。あのハドルカオス、はい、もう10年、会場ですね、まあ、会場ですね、はい、ミュージックコンプレッションは10年、俺自身も十何年、はい、忘れちゃった、はい、お世話になってるライブハウスです、すごい心地のいいライブハウス、はい、宇都宮のね、駅東から東へずっとまっすぐへ来て新4号の高架をくぐってすぐ左側の黄色い建物に、はい、駐車場もあるんで、はい、車の方でも、バスとかで来る方はベルモールで、うん、そうですね、宇都宮駅からベルモールで降りて頑張ってきて、うん、若干歩くけどね、若干歩く、うん、あでもね、あの俺の感覚からすると近所だよ、うん、俺の感覚からすると近所ですね、うん、あのすぐだよ、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 あの、うん、大丈夫、うん、まあちゃんと夏だから水分補給しながら、ね、そうそうそう、そうだね、途中自販機あるから、はい、そんな感じです。あ暑いなと思ったら途中のね、はい、ストーブとか入る、いろいろあるからね、涼しいところね、はい、そんなそんなに荒いな、日陰ないよ。だからベルモールで桜の湯行っちゃダメだよね、もう間に合わないから、ね、そうそうそう、ね、はい、うん、ベルモールで降りて頑張ってきてください、はい、はい、そして、はい、ミュージックコンプレッション終わった後はですね、お客さんも参加できる打ち上げをやってるんです。バンドマンと触れ合える、バンドマンとこう、はい、面白いおかしくそうしゃべりができるというところもあります、はい、参加ご自由に、まあ、もし事前に、ね、参加っていうのが分かるのであれば、ね、こちらのアドレス、はい、今ナスウェーブ、ナスウェーブでなんだっけ、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤクルトシオロと JP、ね、ここまでじゃあ送ってくれればお知らせしますので、はいはい、参加費が2,000円で、はい、去年に引き続き、はい、焼肉、焼肉、あそこでやっていいんだ、やっていいんだダメだよ、普通本当はダメなんだよね、本当ダメだよ、特別だよ、はい、特別じゃないけど、まあお願いします、ちょっともやってたけどね、で、今回も打ち上げはですね、はい、俺のギターの伊地くんのお世話になってる工事工房というね、はい、リペアマン工事工房の箱田工事くんにプロデュースしていただいて、はい、打ち上げを行います、はい、お肉食い放題でございます、はい、ぜひそっちも参加してください。お肉食い放題だよね、そうね、去年は食いきんなかったから、そうだよね、うん、今年もそうなるのかな、なるかもしれない、ね、すげえ用意してたよね、すげえ量あったよね、うん、いけんじゃねっつって結局いけなかったもんね、全然無理だったよ無理だったよね、無理だった、入んないね、あんなにね、うん、延々食ってた人はいたけどいたね、な数名ね、数名くらいがいた、そこら辺ね、うまっ、そうそう、うまっって言ってた、まあそんなのも参加できるんで、はい、ぜひ遊びに来てください。2000円です、2000円です、はい、で全部伝えたかな、うん、はい、チケット代、チケット代はですね、うん、詳細ね、はい、詳細は、はい、2017年8月27日日曜日ですね、オープンスタートこちら参照してください。チケット代、前売り1500円、当日1800円です。ドリンクゲットで500円です、はい、はい、なんだとオープンスタートは今検討中なんです実は、うん、ね、はい、なので、この番組がちゃんと放送されるときにはここにちゃんとここに出てます、出てます、はい、出てます、今現在調整中でございます、もろもろ諸事情がありますでもここには出てますからね、ここには出てちゃんと、はい、大丈夫大丈夫、あのホームページとかでも、はい、いろいろ告知、ツイッターとかでもね、告知していきますんで、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、はい、言い残したことありますか、来てください、映像も配信するけどね、絶対来た方がいい、映像だとところどころなんかね、電波の状況で切れちゃったりするし、ね、これね今言っとこう、せっかくだから、うん、あのね早い時間は帯域が広く使えてるんで問題ないです、ただ遅い時間になるとですね、実はインターネットを使う人たちが増えてくると帯域が狭くなって、
映像とか遅れたり切れたりすることがあるんですよ。なるほどね。あとは加納さんの意地悪でモザイクになっちゃうかもしれない。そうだね。あとはあの俺が勝手に変なもの流してるかもしれない。だからやっぱり来ないと。もうね、生で聞いたこと絶対楽しい。生で聞いたしてね、伝わるのも違う。音を体で感じる。俺と握手しに来て。必要ないね。おさっぴの電話番号教えます。おさっぴの電話番号教えます。そうだね、おさっぴの電話番号はもうちゃんと名刺みたいに印刷してみんなに配れるんですよ。はい、そうね。今でもそんなことやったら聞いてみたら、もう来なかった。そうね。だから本当ね、誰か聞いて。誰か聞いて。電話番号。本気で教えるよ、俺マジで。うん、聞いてくれる。女子ね。女子。本気で教えるから。聞いてください。聞いてください。お願いします。と、ね、今ちょっと、やぶきの方では、いろいろ、グッズを、も計画しておりますもう当日多分間に合うね間に合います、うん、余裕で間に合うと思うので数量限定でございますはい、はい、まあ何が出るかは当日までのお楽しみなので来た人しか分かりません、はい、というわけで、おさっぴがいないから何か最後ね何を振るわけにもいかないんだけどやらないよそれはやらなかったやらなかったです何かグッチョこれでいくよグッチョこれも早めなやんないよそれステージこれ、ね、朝やってんのよ朝早朝に分かんないあの、ね、朝まで起きてる人は分かんないすげえ早く起きる人は分かんない4時15分ぐらい起きてる4時15分から30分ぐらいになるかな似てる4チャンネル起きてるの俺ねそれ見て寝る時があるんですそういうことそうそうそうどんだけ悪い子だねグッチョそれいきなりね、ライブ中に俺から13だけやったらちょっとなんかおかしいでしょおかしい、おかしいすげえいい映画だよ13じゃなくて、サックスだけは多分やってくれると思うんだよねこれ分かる人いたらな、面白いと思ってグッジョって分かった人はあの YouTube の、 あのコメントになんか書いてそうね、書いていただければねグッジョって言ってくれればね、うん、ね、はい、はい、というわけで、はい今年も、もうちょっとですもうすぐです8月27日、はい、日曜日ハードル完成お待ちしておりますので皆様ぜひ、はい、これ見ないと ね、うん、夏終わらないから、ね、終わらないんだよこれ言っとかないと毎年言ってるからねこれ言っとかないと本当にそうだこれ見ないとね夏終わらない夏終わらないそう俺らも終わらないしみんなも終われないそうそうねせっかくねちゃんとそう供養したご先祖様帰ってきちゃう、ね、そうそうそう持ってきちゃうからいけないからご先祖様はもうそれずっとご先祖様は一昨年ぐらいからもっと前からそれを置きなさいのです。そうね。くだりだね。そうなんだね。送ったの？僕らとにかく夏が終われないんです。そうそうそうはい、夏が終われないし、はいこの10年間が閉まらないと、はい。まあね、はい、10年、10年という節目で今回がファイナルにするわけですけれども、まあ10年で何が変わったのか、まあそんなのは分かんないんだけど。うんまあね、1回ぐらいじゃ何も変わらないけど10年前と今の絶対違うはずミュージックコンプレッションがそれの何かの役に立つようなそれに越したことはないメンタル妙に尽きるぜひもう楽しいはずです、はいはい、夏の思い出を作りに来てくださいメンツは豪華だから豪華本当多分豪華だと思うすごい豪華これ一日で見れるのってなかなかないですね。ないね。ない。そうね。ね。まあ、ぜひ来てください。はい。ハードロックハウスで待ってます。待ってます。はい。じゃあハードロックハウスでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。やるんかい。